話絵森和恵ケラガショーズ物語。あるところにここに来ると幸せになる、そんな村がありました。その村にはいろいろな生き物が住んでいました。トノサマガエル、ドジョウ、メダカ、ゲンゴロウ、八丁トンボ、そしてコウノトリなど、昔は日本のどこにでもいたのに、今ではほとんど見ることができない、そんな生き物がたくさんいました。その村には不思議な湧き水がありました。日照りになっても水が枯れることはなく、大雨が降っても水が濁ることもなく、いつもたくさんの水があふれていました。またその水を飲むと病気が治って元気になったという話もあります。そして越前海岸からの魚売りがこの辺りの山を越えるとき、魚を水に浸したところ、ピチピチと元気になったそうです。そんな不思議な話があちこちで聞かれました。その湧き水にはこんな話があります。今から1400年前に、百済という国で大きな戦争が起こりました。たくさんの人が殺されたり、怪我をしたり、とても恐ろしい戦争でした。その国のお姫様、自在女姫は、戦争から逃れるために、こっそりと船に乗り、遠くへと逃げ出しました。何日か海を漂った後、越前町の米の裏の海岸へ流れ着いたのです。お姫様と家来たちは山を越えて白山の千合谷へとやってきました。この場所は昔から水がなくて、農業をするにも大変なところでした。お供の者たちは山越えをして逃れてきたので、喉が渇いて仕方がありませんでした。ああ、喉が渇いた。水が飲みたい。水はどこにあるんだろう。お供の者たちは、みなそう言って水を探しましたが、どこにも水はありませんでした。そこで自在女姫が神様にお祈りを捧げ、岩肌を杖でついたところ、ピカッ、ゴロ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 、雷が鳴り響き、なんと水が湧き出てきたのです。どんどん水が湧き出てくるので、お供の者たちは大喜び。水が出たぞ。きれいな水だ。どんどん湧き出てるぞ。みんなは手で水をすくい、ごくごくと飲みました。その水の大層冷たくて、おいしいこと。この水のおかげでみんなはすっかり元気になりました。それからはケラガショーズと名付け、神社を建て、不動明を祭り、みんなで大切に守っていきました。ケラガショーズは今でもずっと湧き続け、麓の村を潤し、下の村へと流れていきます。
この湧き水のおかげで田畑は潤い、お米や野菜もたくさんできるようになりました。そしておいしい水を求めて小さな生き物たちもたくさんやってきました。水がなくて大変困っていた村人はとても助かり、みんな大喜びでした。このケラガショーズでは毎年7月7日に手作りのごちそうを備えてお祭りを行っています。この水を飲むとみんなが幸せになれる。ケラガショーズの湧き水はそんな不思議な水なのです。おしまい。